一人だけ癒されることは不可能なんだよね。健太がその自分の心の決断の場所に戻って、その精霊からの答えを受け入れるっていうのは、健太だけ癒されるってどうしても不可能。実際分離起こってないから。健太が心の決断の場所まで戻って精霊の答えを受け取った時、もうしょうがない、もうこれ全員が癒される、全員が救われる、セルフィッシュに癒されることはできない。自我には残念なお知らせなんだけど、自分だけ特別に癒されるって絶対できない。同じだけ癒される。だって一つしかないんだから、心は。なんとなく私の感覚だと、そのみんなで癒されるってのは分かるんだけど、例えば今だったら健太さんは100%癒された、私はまあ40、50%受け取ってるのかなみたいな、なんかそういうのが 電気供給率で考えることはできるのよ。でもそれは起こってないのよ。一個の心しかないから。全員ってのはどこの全員？夢見るものってさ、1億人とかいないのよね。一つしかないんだよね。夢見るものって一つしかいなくて、一つの心が多重人格障害になったかのような夢を見てるだけでさ、一つの心がさ、あ、分量凍ってないんだ、分量凍ってないんだっていうことを思い出す時、その何？表現が起こってるだけに過ぎないっていうかな。なんかケンタだけが90%癒されたように形は見えるかもしれないけども、でも心、一個の心が癒されてんだよね。じゃあ、健太さんが癒されたときに、この1億人かな、宇宙人まで含むっていうか、もう何兆っていう、の断片。たちの心もちょっとずつ癒されて。だって断片の心ってないのよ、実際。何？雅子さんが親指、人差し指、この中指、薬指、小指って、この全部の指、足の指も手の指も全部入れて20個のキャラクターを作ってるとするじゃん。もうキャラクターに心ある？どこに心ある？ ここじゃん。ここにしかないのよ。これを動かして、この心だけ、政子の心だけ独自に癒されてできないのよ。これが癒されてるかのように見えてるっていう、その心は一個しかないのよ。不可能なのよ。じゃあ、私が癒されたと思った時に、この心が癒しを受け入れてんだよ。一社の心も、はーって癒されて、そうそう。とそこにつながっているかに見える断片たちの、断片たちのことだかはない。ら、断片の心は癒されているわけでもないのよ、これね。まあ、その方便が理解を助けるんだったら、あ、この親指の心が癒しを受け入れてるねっていう方便も使えるけども、この親指に心ないのよ。この指はじゃあ空っぽっていうか。この親指を操作してきた、これに自分の力を与えていた私が癒されるだけなのよ。ザワンが。そう、ザワン、ザワンなのよ、全員。だってこれを操ってるのはこれなんだから。全員ザワンなんだ。これが親指が親指独自で、この何の神経も通ってなくて、親指一人で動けないでしょ。どうやって動けんの？親指独自で何もできないのよ。これがやってんのよ。夢見るものって一つなのよ。夢見るものの狂気が親指とか小指使ってグワーって暴れてんだけど、実際暴れてんのは体じゃなくて、これが暴れてんのよ。分離を信じて。あ、そっか、分離を信じてる心。だから体じゃなく、自分は体じゃなくて心なんだ。あ、自分には決断の力があるんだって、ここに戻っていくわけじゃん。そこで狂気を見るわけだよ。その今まで見ないことにしてきた狂気が見て、危ねって言って、もう一回親指の、何、この同一化に100%戻りたくなっちゃうのよ。なんか見たくないもの見たから。
でもここで決断する必要があるのよ。これが私じゃないってことをどうか教えてほしいって精霊に助けを懇願すると、あ、実際それ起こってなかったんだ、あ、夢だったんだってこう受け入れるわけだよ。親指が癒される必要もないんだよね。親指に力を与えてるのは誰かって言ったら心なんだから、心が分離は起こらなかったって、全部夢で全部その空想だったんだって、はあ、で夢見る者が夢を維持するのをやめた時、この全部の指が落ちるよ。何もする必要がない。心がただ精霊からの訂正を受け入れるだけ。あ、ケンタの心、マサトコの心って存在してないんだよ。ないんだないんだよ。あるような錯覚はうまく捏造されてるけど、ケンタだけ痩せるって絶対不可能なのよ。じゃあその悔しがる必要がないんだ。例えばあの人は癒されてるのに私は癒されてないの、それがトリックなのよ。私はアスカメズの、これはケンタ、あ、ケンタばっかり癒されて悔しいとかいう演技をしている一社なのよ。そこでずんとケンタだけ癒されるとかで、癒されればない、 これだけで機能してないんだから、心が操作してんだから。なんだ、本当に何もする必要なんか、頑張る、これ同士で戦う必要がなかったんだ。こうやって戦う必要がなかったのよ。この自作自演に自分が、あ、全部やめる、脱力 100% 狂ってるね。じゃあだって これの心が癒されるって思って癒されられないよね。何、小指だけどうやって癒されるの、これ小指だけどうやって癒されるの、無理だよ。小指は小指だけで独立して存在できないのよ。小指を夢見ている捏造している心が癒されるだけなのよ。ホースのレッスンで、その私が癒される時、私は一人で癒されるのではないっていうレッスンがあって、何回も見てきたと思うけど、だからもう今感じてることと、なんかレッスンやってつもりになってた時は全然、なんだろう、今の感じと全然違うんですね。ね、なんか本当になんか文字面でしか追ってなかったなって思う。そうね、体験してることとなんか文字でレッスンやってた時のなんか感じと全然違う感じ。体が癒されるんじゃないんだよね。体をまとった心が癒されるんじゃなくて、体っていう夢を見ている心が癒されるんだよね。もう別の種類で例えると、だから一つの心がこの体だとするじゃん。一つの心って夢見ている心がこの体だとしたら、毛穴なのよ私たち。毛穴が癒されるとか救済されるって不可能じゃん。毛穴から闇は毒素が出るかもしれない。毒素が出て浄化されてるのはこの心なんだよね。毛穴じゃないの私たち。毛穴って自分を思い込んでいる、自己同一化している心なんだよね。こっちの毛穴、こっちの毛穴で競争とか必要ないの。こう癒されごっこ、癒され競争する人お隣の毛穴、お前ばっかり毒素が出てそのスキー仕上がってとかって、こっちの毛穴が競争する必要ないのよ。その毛穴がただ、毛穴から毒素が出て解毒されて、毒素して恩恵受けたまってのはこの私なのよ。毛穴じゃないのよ。隣の毛穴と競争しなくていい毛穴から毒素が出て恩恵を受けている私なのよ。確かにここから毒素出てるか、こっちから毒素出てくるかって関係ないもんね、うん、毒素がその解毒されているのは誰、私じゃんこの毛穴優秀とか、毛穴同士で競争しなくていいな。自我がそれをさ、その歪めて私たちに教えようとするのがコントの法則だよね。誰かに非癒しが起こったら、その癒しが誰かに起こった分、自分からは減るっていう、その誰かが
その得れば私からはその損失が起こるに違いないっていうふうに自我は教えようとする。でも精霊は逆を教える。誰かがその癒されているのを見たら喜びなさい、あなたの心が癒されてるんですよって、それをその反映として見せられてるんだよって、それがサインだよって言ってるだけだから、自我の主張と精霊のその教えようとしていることは全く逆なので、自我のトリックにそのなんていうの力を与える必要がない。自我は分離を維持したいだけだから、愛と助けを求める泣き叫びだから、やだやだって分離していこうよって、その相手を敵として見ようよ、相手が増えれば自分から減るんだよって、もうそういうふうに見ていこうよ見ていこうって誘いやくかけるけれども、大丈夫なんだよ分離は起こってないらしいよって、その戦う必要がない、そこに力も与える必要がない。ただ自分が真実を思い出す、精霊に耳を傾けて、誰かが増えた時自分の中で増えているサインなんだ、安心していること、自分がすごく猛烈に癒されたと思った時にも罪悪感を感じる必要はない、ああ本当にありがたい、ね、全員がこうやって救われるんだって、今日も導いてくださってありがとうございます、私一人だけ癒されることができないんだ、こうやって全体が癒されていくんだ、みんなで救われるんだ、みんなで目覚めていくんだっていうことを思い出していく、精霊が言ってることを思い出していく、自分一人だけ目覚められない、自分だけ浄化されることはできない、みんなで浄化を受け入れる。